マリアデラス・メルセデス・でボルボンイ・アブスブルゴロレーナは、スペインの王女、アストリアス女皇。スペイン王アルフォンソ十二世と、王妃マリア・クリスティーナの長女として、マドリード王宮で誕生し、生まれて、すぐ王位継承第一位の者に与えられる、アストリアス皇を授けられた。名前は、不王の最初の日でわずか十八歳で救世した、マリアデラス・メルセデス・で、オルレアンスにちなむ。母。 マリア・クリスティナが第三子を解任中、父アルフォンソ十二世が肺結核で急死した。生まれたのは男児で誕生後たちにアルフォンソ十三世として即位したが、マリアはアストリアス皇のままであった。1901年、両シチリア王家出身のカルロ・タンクレーディ・ボルボイ・コールドエ・シチリエと結婚した。二人は三子を設けた。 マリアは、バッシーザベッラを出産後、休止した。アルフォンソ13世はまだ独身であったため、マリアの長男アルフォンソマリアを、アストリアス公とした。なお、夫カルロ・タンクレーディは、二度目の妻ルイーズ・ドルレアンとの、間の次女にマリア・デラス・メルセデスの名をつけている。ありがとうございます。